それではまず今日行われました平塚競輪 S 級決勝レースからご紹介してまいりましょう。解説の方よろしくお願いします。まあ、2日間の出来見ますとね、7番の片岡ですね、これがまあ連日いい動きしてたもんですからね、まあ、人気になって、それで1番の桶谷がまあラインですね、まあ、この地元の3人の動きが一番ね、どういう並びするのか、もう昨日の段階でですね、インタビューでもう取材してた時もね、本当に迷ってたんですよね。それがまあ冗談半分にね、軍事あたりが天笠が逃げりゃいいやなんて言ってたのがね、それその通りやったんですけどね、天笠自身はこの片岡の後ろをね、桶谷とするようなことを言ってたもんですからね、これはまあ予想外だったんですね。まあ、だからこの8番2番の運野がですね、運野藤田で行った時にね、ちょっと変なムードがあったからね、この4番の坂本も片岡も気がつけばよかったんですけどね。これで落車ですね。片岡さんも落車しちゃったんですか。そうなんですよね。これでね、軍事が優勝するんですけど、はい、S 級初 V らしいんですよね。そうなんですか。なんかもっと勝ってるような気がするんですけど。そうですね、軍事もね、これで結婚してね、あんまり成績良くなかったんですよ、ずっと。ですからこれでね、奥さんも喜んでるでしょう。ねえ、やっぱり本当、やっぱり勝てなくなるとね、いろいろ変なこと言われちゃうからね、かわいそうだったんですよ。これでね、軍事が持ち直してくれりゃいいですけどね。軍事さん良かったですね。これからも期待しております。ということで、平塚は地元で1、2着でしたね。そうですね。